この集落というふうに考えずに、とにかくお釈迦様というもの、お釈迦様の教えが元であるということ、それから、もう一つ特にね、真言宗というところは、いわゆるどちらかというと、古い宗教といいますか、平安時代に遡る宗教でございますので、特徴としては、真悔っていう言葉がございます。今、ここに座って、一応7名の、ね、イケメンのお坊さんで今日飲んだつもりではいるんですが、よかったです。それぞれね、東京国立博物館ということで東京在住の お坊さんでございます。で、皆さん、なんていうんですかね、ここに出てきてちょっと暗かったんですが、衣っていうのをまとって、手でですね、いろんな動作をしたりとか、それから、経棒を持ってこう口でお唱えしたりとかですね、これ、真言宗では一番の特徴というのは真悔って言いまして、まず口で、言葉を発する、真言っていうですね、まあ、真言っていうのは仏さんの名前を呼びかけるような、感じなんですね。なんとかソアカっていうふうなことはよく皆さんに聞かれると思うんですね。ソアカっていうのはその呼んだ仏さんに対して、あなたの知恵、あなたに身も心も捧げて、これから手を合わせてお勤めしますよ。捧げるっていうのはなんかいろんな意味がございますけども、心が自分の心が仏の心に、なんていうんですかね、まあ嫌なことあっても自分の心を見てくださいっていうふうに言うことのお任せしますよってことですね。そうですね。で、まずこれは言葉で発する、それから、真悔の苦が言葉なんですね。で、真は、自分のこう体動作ですね。まあこれ、トップシークレットであまり言えないんですが、お坊さんというのは、ね、衣の中で印っていうのを食います。印っていうのは指をこういろんな形にして、仏様のなんていうんですかね、形にして、例えば今日の観音様でしたら観音様の印っていうのがございまして、その印をこう手で、やって言葉で、観音様の言葉を発して、で最後の真悔の意っていうのは心なんですね。心の中でこの3つの動作を行って、それを人々に、なんていうんですかね、こう、いろんなものをこう授けるというんですかね、ですから今日数百名の方こうやって、まあ、いろんなところからわしを運んでいただいて、今最初にダラニ、阿弥陀ダラニっていうダラニをお唱えして、その後般若実施経という実施経前段をなかなかこうやって、お聞きになるということはまずあまりないと思うんですね。それから最後に南無大師印度という、これは真言宗を開きました、弘法大師空海さんの、まあ、いわゆる別名でして、空海さんが、私を呼ぶんであれば南無大師印度弘法とそういうふうに呼びなさいというふうなことでおっしゃった。この真悔という動作で今日お見になった方が、まあ、意味も分からず皆さん映像を見ながらいろんな感じ方を受けて教わりになって今日変えられてるんですが、漏れなくですねこの意識経を耳で、自分で意識なしに聞いてるだけでですね、すごい知恵というものが授かるというふうに千何百年の歴史の中でお経に書いてございますので、ちょっと2、3業界の方みたいな方が笑ってられるのでちょっと気になるんですが、怖いですねそこで今日お帰りになりました、実施経というお経を皆さんに聞かれましたのでですね、何かいい知恵いいことが授かって、例えばご自身ご家族にいいものが授かると思いますので、どうぞ心を豊かにして今日は気をつけてお帰りいただきたいというふうに思います。実施経というのは大変素晴らしいお経で、いろんなジャンルのことをですね、いろんな段に分かれて、例えば1章2章3章というふうに分かれて、教えているのが書かれていますので、また、ね、何か
京都の大本院というところに、ね、足を運んでいただければ、ね、私がいればお話しさせていただきたいと思います。はい、いや僕がお話聞きたいんです。いや、あのね、宗派によって全然違うので、僕、理主教という、ね、お勤めの教も初めて聞いたようなもので、本当にね、それぞれが勉強し合う中でありたいなと思うんですね。で、皆さんもね、偏見を持たずに、いろんなことにね、耳を傾けていただきたいと思います。あ、それでは何か質問ございましたら、ある方は。どうぞ。お願いします。あ、マイクスイッチ入ってますかね。山声が聞こえる感じですね。ですね、今現在一部YouTube とかにもテクノ法要で検索していただくと出てくるものもあります。でまたこれからも新しいものを、何らかの形で皆さんのお手元に届けられるように今いろいろと画策しているところです。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、ではですね、仏教のお経の中ではね、一番最後にサライニコって出てきます。ここから去ります。お経というのはね、お釈迦様のお弟子さんがお集まりになって、そこでお釈迦さんのお話をお弟子さんがお聞きになって、それが終わったら去っていくっていうまでのストーリーが書いてあるんですよね。で、さらいにこれから皆さん去っていきなさい、そしてこの教えをまた皆さんに広めていきなさいっていうことになるんです。今日もね、ここから皆さんが去っていって、あ、こういう面白いことあるよ、仏教結構面白いかもしれねえぞっていうことをね、いろんな方に伝えていただければ、そのさらいにこが現実のものとして、またこの今の世界でね、広がっていくと思いますので、よろしくお願いいたします。時間はこんなもんですかね。大丈夫でしょうか。はい、あ、ではもうもっともっとお話しさせていただきたいんですが、またお聞きしたいんですが、会場のお時間もありますので、これにて終了とさせていただきます。最後にお礼の言葉とかは。最初に戻りますが、本当にわしもその悪い中、こうやって、大勢の方にお話を運んでいただきまして、ありがとうございました。12月の9日まで大本寺展示を行っておりますが、年齢ではないんですが、大本寺というのはいろんな行事を京都で行っております。で、800年の歴史を、受け継いでいるということでございまして、今からでしたら、12月のですね、7、8と、これは12月の8日が、今お話に出てますお釈迦様が初めて仏教というものの悟りを開かれた、日ということになったときに、12月8日の明けの明星といいまして、いわゆる東の空から太陽がこう上がってきた、光が差すときに悟りというものを開かれて、それからいろんな方々にこういろんなところに、お出向きになってお話をされる。で、この12月8日が、浄土会という、名前で、行っている。で、前日の7日、いわゆるこう前夜祭のような感じで7日、8日と、京都では寒いんですけども、大根炊きという大根を炊いて、中にこう振る舞いながら暖かくなっていただいて、師走でございますので、この1年間を無事にこうやって過ごせたという、感謝と、それからもう間もなく新しい年が迎えていきますので、来年